さん、まあ、ちょっと和歌山で開催の宮杯というところで、はい、岸和田ではないなんかその感覚みたいなのはそういうのはあるもんなんですか。まあ地元が一番気合いは入ると思いますけど、まあ言うても近畿の大会なので、まあこう自分だけじゃなくて周りの空気感も伝わってきますし、まあでもそれに飲まれないようにと思って、まあそういうところでは、まあ一歩引いてじゃないですけど、まあ地元の緊張感は地元勢に任せたという感じで、まあその中でも。存在感を出さなかったので、そんな中、まあ、そのいわゆる和歌山の稲毛さんがレースではなんかその緊張とかプレッシャーをなんか前の方にというかいい方によく出しているような感じが、ね、なんか変に落ち着いてて、僕だけがバタバタしてしまったというか、ちょっとこうバタをどうにもできなかったのが、ただバックぐらい随分遠くの方を川さんが来てて、ちょっと難しかったですね、まあ、でも、まあ、ライン全員勝ち上がれたのは、まあ、その中でも良かったかなと思いますけど、まあ、でもちょっとただあそこは最後1着まで捉えきれる、その、あの距離感がそんなに見てるとなさそうなのにちょっとしてて、まあ、自分的には全員勝ち上がれるのがベストやし、ギリギリまで待って、多分最後はしっかり1着狙うレースしないとって思って走ろうって決めてたので、まあよく進んでくれましたね、自分でもびっくりしましたね。いやとてもその何年もいろんなレースを見てますけど、またちょっと違う形で一番いいところまで来てる動きかなというふうに見えますよね。まあ、自分の中で考えてた、まあ、練習とか登り方とかが、まあ、ちょっとずつまあレースに出てるんかなっていうのはありますけど、まあ、まだまだ取り残されないように考えて、またより上というか一着なので逆こそになるんですね、なんで多分そこでまたそのレベルでどんな走りできるか楽しみ、はい、緊張すると思いますけど、頑張ります。またちょっとメンバー出て、はい、並びとかも多分新規勢で、考えたり、なんかいわゆる贅沢な悩みがあるのかなと思いますので、贅沢な悩みします。また、ありがとうございます。